はい、こんにちは、内谷陽一です。この日中間芸術祭とはフィジカルには開催せず、リモートというところでバーチャルって何ができるかなと考えたときに、文化庁の方々からファッションショーをやってみてはというお題をいただいて、じゃあやりましょうということになりました。ポイントとしては、昔ナムジュンパイクというメディアアーティストがいまして、彼が1980年にステーショナリーノマドという言葉を言ってんですね。ステーショナリーノマドって日本語に訳すと停在する遊牧民という意味なんですけども、彼はなぜ停在する遊牧民と言ったかというと、世界中の電子のキャンパスがあって、世界中に映像装置があって、そこで映像表現をすることができれば、人間は石油とかを使わずに創造的な活動を世界中でし続けることができるって言ってました。今日だいたいそういうことが可能になってきて、まあコロナの後デジタルが入ってきて、かつ我々ってサステナビリティのために何ができるかってことを考えてやってます。過去のものとして、例えばボロの文化、日本が持っているボロの文化を引き継いで、現在のクリエーションとして有名な中田さんがやってるようなパッチワークやボロの文化を引き継いだような現代のオートクチュールというものを考えながらやってます。というわけで、3カ国の文化の工程にあるサステナビリティの思想をファッション、そしてアートに通じて表現したバーチャルファッションショーをお楽しみください。モデルの富永愛さんや、スノーピークの山井さん、中国のヤンベイベイさん、韓国のイムソンオクさんとのトークショーもあります。お楽しみください。
さよなら。質量への超級对质量的憧憬，质과양에대한동경。デジタルで完結するものもあると思うんですけれど、僕はメディアアートという基本的にはインスタレーション作家なので、現場のロケーションに合わせてどういう立体物やどういう平面を組むかというのを結構重要視してるんです。建築物よりちっちゃいスケールで、家具や衣服よりは大きいスケールで物を作ることが多いんですけれど、
なんでパイクを、ナムジュンパイクをステーショナリーノマドのテーマにしたかというと、パイクは朝鮮半島の生まれで、東京の大学を出てアメリカで活躍してドイツに行ったアーティストなので、比較的ぐるぐるとアジア地域をいたので非常にいいのかなと思ったのと、あとメディアートの先駆者という方が、日本で学ばれて出て外に飛び出していったというストーリーも非常に面白いなと思っていて、そういったことを考えた上で、没後15年ぐらい経ってしまいましたが、そういったものをトリビュートしながらカルチャーのを作っていくのも大切だなと思って取り上げさせていただきました。全体の流れの中でインスタレーションを構成する、オンラインの流れる動画を構成する、そして我々のトーク、これから中国、韓国のデザイナーさんのトークもありますけれども、それで何が課題なのかをあぶり出していく、その上でクエスチョン、リサーチを還元していくというサイクルをすることで、クリエイター同士が新しい表現を見つけ合ったり、その上で我々の重要なアジェンダを今の国の政治的対立だったりとか、政治的不調和を超えて文化的な新しい調和を目指していければと思います。中国と韓国と日本がバーチャルに集うイベントが開催できました。これも全て皆さんに参加いただいたおかげなんですけども、というわけで皆さんご参加いただきありがとうございました。